さらばカラスくんの新しい透明シートを窓ガラスに貼ってみました。こんな感じですね。のり付きになってまして、最大の特徴がそののりの部分を、これまで50ミクロンだったんですけれども、その3倍の150ミクロンまで乗せることができました。気比効果をアップさせることができました。耐熱も120度まで確認しておりますので、今後は太陽光パネルのカラスの噴光害、あるいは墓石、ドローン、いろんな面で活用のできる透明シートだと思います。こんな感じです。